この動画ではセールスソースの生成 AI であるアインシュタイン GPT を使うためのプロンプトについて解説します。皆さんもチャット GPT は使ったことがあると思います。ではもし生成 AI が皆さんの顧客データが集まっている CRM 上で使えたらどんなことができると思いますか？私はセールスソースで AI 製品のプロダクトマネージャーをしている深田光平です。ではまず質問から始めてみましょう。プロンプトとは何か。それはただ AI から結果を得るために与えるただのテキストです。では見ていきましょう。これがチャット GPT で、ここに入力するテキストがプロンプトです。そしてこれらのプロンプトで何ができるのか。ほぼ何でもできます。例えば iPhone の機内モードをどうやって有効にするの、スティーブ・ジョブズが説明しているかのように。 GPT はこれを魔法のようにやってのけます。 GPT には何でもできる感じがしますよね。しかし実際に自分の業務で使おうとすると、 AI で得られた結果が常に信頼できるわけではないと皆さんも気づくはずです。例えば私がお花銀行の投資担当だったとしましょう。そして投資サービスについて打ち合わせを依頼するメールを作成するように AI に書いていきます。得られた結果は印象的ですが、全く使い物にならないことがわかります。それはなぜでしょう？それは GPT が私を知らないからです。私のビジネス、私の顧客、私のゴールも知りません。さらに GPT を支える大規模言語モデルは数ヶ月、場合によっては数年も古い情報に基づいています。すなわちもしお花銀行がサービスを新しく立ち上げたら、生成される回答にはその新製品に関する正確な情報が全く含まれていません。ではどうすればいいのでしょうか？そう、モデルのグラウンディングです。少し技術的に聞こえるかもしれませんが、そうではありません。ではグラウンディングとは何か見ていきましょう。まずは私に関する情報を加えます。次に自分の会社についての情報、その次に私たちが立ち上げたばかりの製品についての情報、そして顧客の情報、そして顧客との最新のやり取りについての情報、そしてホワイトペーパーを顧客がダウンロードしたというリアルタイムの情報、そして私の目的、最後に私が対応可能な時間。すると、これらの情報をもとに作成された回答は、よりお客様に最適化され、より使いやすく感じるでしょう。このようにグラウンディングとは、プロンプトに文脈を与えることです。でもこれって面倒ですよね。優れたプロンプトをデザインすることは、時間とスキルが必要で、そう簡単なものではありません。さらに私がこれまでモデルに与えた文脈、データを見てください。この文脈には企業のプライベートなデータが含まれています。このデータは競合他社も利用しているモデルの訓練に使われるのでしょうか？これこそが生成 AI がビジネスにまだ浸透しきっていない理由です。結果を信頼することができず、データが保護されているとは限らないからです。セールスソースはどう支援するのか。これはセールスソース内の顧客レコードです。私たちはお花銀行のようなお客様が顧客情報を一元的にまとめるのを支援しています。これにはリアルタイムなデータを含むあらゆるシステムからの情報も含まれています。では AI とどう関係があるのか。優れた AI には優れたデータが必要です。この画面こそがあらゆるビジネスが生成 AI から価値を引き出すスタートラインなんです。ではどういう仕組みなのか。すぐにアインシュタイン GPT が我々の製品体験に統合されていることがわかります。それではお花銀行の投資担当が山本さんにおすすめされたサービスを紹介するアクションを実行する様子を見ていきましょう。でもちょっと待ってください。一度停止していきます。今たくさんのことが起こっています。舞台裏ではこのプロンプトがアインシュタイン GPT トラストレイヤーに送信されました。私たちが見ているレコードと一緒に。
次にリアルタイムの CRM データのプレースホルダー、すなわち仮のデータを含んだ AI のプロンプトテンプレートが呼び出されます。そしてアインシュタイン GPT トラストレイヤーは CRM から最適なデータを読み込み、プレースホルダーを実際のデータに置き換えていきます。すなわち CRM のデータをプロンプトに関連付け、具体的な文脈を持たせることができます。さらにマスキングを行い、どんな機密データや個人情報もセールスソースの外に出ることがありません。この文脈が加わったプロンプトは OpenAI に送信されます。そしてマスキングがあろうがなかろうが、セールスソースと OpenAI との間のゼロリテンション契約のおかげで、このプロンプトはすぐに忘れ去られます。このデータはセールスソースの信頼できる領域の外には決して保存されません。なのでモデルの精度を向上させるために使われることは決してありません。皆さんのデータは皆さんのものです。最終的にセールスソースの AI のゲートウェイが OpenAI から結果を取得し、マスクされた値を再変換します。そして顧客レコードに戻り、一時停止を解除すると、お花銀行が文脈が加わったプロンプトにより AI から優れたすぐに使える結果を得ていることがわかります。信頼でき安心して使える AI こそがビジネスで一番重要です。そしてアインシュタイン GPT は多くの事前に作られたテスト済みの最適化されたプロンプトテンプレートを提供します。そしてこのプロンプトテンプレートをいつでもカスタマイズしたり、自分自身で作成したりすることができます。ベストプラクティスは組み込まれています。そしてプロンプトをテストすることができます。それらが信頼できる結果を生成することを確認するために重要なもう一つのことはオープン性です。つまりどの AI プロバイダーや大規模言語モデルでも対応できます。適切な業務に応じて適切なモデルを選び、 CRM のデータを使用して信頼できる結果を生成します。セールスソースがどのように信頼を生成 AI にもたらしているのか見ていただきました。信頼できる顧客データで信頼できる結果を生成します。そしてそのために使用されるデータを保護します。最後にそれらの結果を業務のプロセスに安全かつシームレスに統合していきます。プロンプトとは何か。それはただ AI から結果を得るために与えるただのテキストです。しかし今セールスソースがどのように AI から信頼できる結果を受けているのか見ていただきました。セールスソースの AI アインシュタインの進化はまだまだこれからです。皆さんに使っていただけることを楽しみにしています。